人気番組、笑点の座布団運びで世代を超えて広く知られる山田隆夫、山田隆夫さん。プライベートでは二度の結婚歴があると言われており、再婚相手や元嫁の情報、さらには離婚に至った理由なども関心を集めているそうです。今回の記事では山田さんの女性関係について掘り下げていくことにしましょう。山田隆夫のプロフィール、本名山田隆夫、山田隆夫、出身地、東京都江東区。生年月日、1956年8月23日。所属事務所山隆坊、牧師、山田隆夫が再婚、嫁は一般人の恵子。山田隆夫の元嫁、吉川恵子はアイドル歌手だった。山田隆夫と吉川恵子の離婚理由は人生観の違い。山田隆夫が再婚、嫁は一般人の恵子。まずは山田隆夫さんの再婚相手であり、2024年現在の嫁でもある恵子さんについて見ていきます。嫁さんの名前が恵子、恵子さんということは山田さんによって明らかにされているものの、それ以外の年齢や過去などについては明らかにされていません。また、結婚をしたのが1985年ということまでは分かっていますが、二人が知り合った経緯や馴れ初め、プロポーズの内容などは分かりませんでした。仮に芸能人であれば、それとなく情報が出たり、一緒にメディアに出たりしそうですよね。そう考えると、恵子さんは一般人の可能性があります。さて、気になる結婚後の恵子さんについては目立った情報もなく、山田さんとの間に一男一女を授かっていることだけが分かっています。恵子さんの情報や近況は分かりませんでした。ですが、その後も離婚の話もなく子供も授かっているので、絵に描いたような幸せな結婚生活を送っているのではないでしょうか。山田隆夫の元嫁、吉川恵子はアイドル歌手だった。この項目では山田隆夫さんの元嫁、吉川恵子さんを見ていきましょう。本名は、吉川リリアン恵子さんといい、1957年8月23日にアメリカ・ロサンゼルスで生まれました。12歳の頃に日本の大阪に引っ越し、後に、ヤング・オー・オー、毎日放送のマスコットガールとして芸能界デビューをしています。1974年、高校2年生時に上京をして、オレンジの木の下で、という曲で歌手デビューをする傍ら、上智大学国際学部に進学するなど活動の幅を広げていきました。1977年、まさに順風満帆の日々を送っていた吉川さんに大きな転機が訪れました。同年7月にスタートしたクイズ番組、対決、スーパーカークイズ、テレビ東京の初代アシスタントに抜擢され、番組の司会をしていた山田さんと知り合ったのです。二人の関係は瞬く間に交際へと発展し、なんと8月23日に結婚をして世間を驚かせました。共演してから2ヶ月経たずにゴールインというスピード婚には当時も賛否両論があり、中にはおままごと婚など厳しいコメントもあったそうです。もっとも、山田さんが21歳で吉川さんが20歳という若いカップルだったので、勢いに任せた結婚の行く末を懸念する声があるのも仕方がないでしょうね。結婚式はマリアナ諸島のロタ島で執り行われましたが、お互いの両親や親族、友人も呼ばずに二人だけで挙げるという異例の式だったそうです。その後、吉川さんは二人の女の子を授かり幸せな家庭を作ろうとしたものの、残念ながら山田さんとは離婚という結末を迎えてしまいました。
周囲が心配した通りの結果になりましたが、若さの長所と短所が出た結婚と言えるでしょうね。山田隆夫と吉川景子の離婚理由は人生観の違い。最後に山田隆夫さんと元嫁、吉川景子さんの離婚理由について見ておきましょう。長年、離婚理由については双方が口を開いていなかったので真相もわからず、ネット上などでは山田さんの浮気が原因だったというひどい噂が飛び交っていました。かなり時が流れたので真相は謎のままと思われていましたが、2022年4月に公開されたインタビューの中で山田さんは離婚に至った理由や経緯について取材で語っています。実は吉川さんの実家はかなり裕福な実業家だったらしく、ある時、芸能界を引退して家業を継いでほしいと言われ、それはできないと反発して離婚に至ったとのことでした。吉川さんの実家がどのような事業を営んでいるかはわかりませんでしたが、日本とアメリカを行ったり来たりするので貿易関係の仕事だったのかもしれません。普通の人からすると実業家への転身は良い話ではあるものの、山田さんは芸能界が自分の居場所であり、まだまだやりたいことがあるとして離婚という苦渋の決断をしています。しかも、子供二人の養育費や慰謝料など多額の負担を背負うことになりましたが、間もなく、スートルビを誕生させた、笑点、から座布団運び役をしないかと声がかかりました。座布団運び役になってからの活躍は皆様ご存知の通りで、タレントや俳優、マンションを経営する投資家など精力的に活動をされています。山田さんは結婚と同じタイミングで、スートルビを脱退、離婚の後に、笑点、の座布団運び役に抜擢されるなど私生活と芸能活動の転機がリンクしているのが面白いですね。こう聞くと運や人に恵まれていると思ってしまいがちですが、才能がなければ与えられたチャンスを生かすことができず、消えていくのが芸能界というところを忘れてはいけません。